ラガマフィンは1994年に初めて作られた猫の品種。ラグドールを元にしており、性質や性格も類似している。ラグドールの生みの親、アンベーカーがアーカという独自組織を立ち上げて、ラグドールの繁殖、売買、名前の使用を独占しようとしたため、1975年に一部のグループがアーカから離脱した。 現在知られているラグドールはこのグループが開発したものである。1994年にアーカの厳しい規約を嫌った第二のグループが独立し、ラガマフィンを開発した。グループは5代にわたる近親後輩を危惧していたため、ペルシャ猫、ヒマラヤン、その他長毛種との掛け合わせが実行された。これによってラガマフィンはラグドールから区別されることとなった。ラガマフィンの名は、 当初冗談で付けられたものだったが、取り消し不能なためそのまま定着した。グループは、楽というブリードクラブを作り厳しいルールを設け種の保存と伝達を行っている。アメリカの猫血統登録団体のアッコファのスタンダードに合った条件でブリーディングされてきた。現在はより近い種類のサイベリアンとの交配が5台に1回の割合で許可されているが、これももうすぐ終了し、 違う種との交配はなくなる。現在、ラガマフィンを CFA やティカに登録するに、アッコファのレジストリーと5台のペディグリーが必要である。サイベリアンとのアウトブリードや、ポイントカラーは認められない。ラグのブリーダーになるには2年以上の見習い期間の後、英語での試験に合格する必要があり、2015年時点まででは、ラガマフィンを輸入したのは2人しかいないため希少である。 ペット用に輸入した個体を勝手に繁殖させていることが考えられ、本物のラガマフィンとは、毛質や毛吹きなどが違っている。ラガマフィンは、色は規定されておらず、どのような色でも可能である。瞳の色も自由で、ヘテロクロミアの個体もいる。非常に素直で、人懐っこい性格。見たことのない人に、慣れるのが早い。抱きしめるとぐんやりしてしまう傾向がある。 一方で非常に遊び好きである。時折なく、環境への適応は早い。原始となったラグドールと性格は似通っている。その優しい性格から室内外が推奨されている。ありがとうございます。